どうも、どうも、マグニーです。マグニーです。いやいやいや、どうもどうも。どうも、マグニーです。マグニー。というわけで今日もね、ちょっと編集で遊んでみたりしましたが、iPhone ニュースお伝えしたいと思います。本日はね、8記事とちょっと多めなんですけど、アプリの紹介が一つで、他はね、iPhone の今後の情報とか、ちょっとお得な情報もあるんで、ぜひお楽しみください。広告期待です。さあ、始めましょう。au が返品可能な機種変更キャンペーン、iPhone5 の対象。この動画を公開した日、今日から、au スマホデビューキャンペーンを開始すると。概要が、返品交換が、購入を8日間以内であれば可能であるということで、ただね、条件があって、スマホじゃない方がスマホに乗り換えるっていうのが唯一の条件。使えねえよこれってなったら返品できると、8日間の間であればねっていうキャンペーンを始めたという記事でございます。本日から9月1日まで続くキャンペーンだそうですね。そういうわけで詳しくは記事をご覧ください。一記事目以上です。ちょっと長くなりそうですね。知ってるとちょっと自慢できる iPhone の小技10連発。これ便利なね、結構ね iPhone 使ってられる方は特にそうなんですけど、説明書がついてないのでね、知らない機能って結構あるんですよね。そんなんできたのっていう小技がね10個ほど書かれてます。はい。電話着信中バイブ停止留番転送、会議中にね電話がかかってきたとしましょう。でその会議中にかかってきた電話、どうしても出れない、でもバイブがブーブーブーと鳴り続ける。それをこのスリープボタンを押すだけ押すとバイブだけ停止させることができる。そういうのであったり、あとまあキーボードの裏技であったり、ぜひよかったらご覧ください。以上2記事目でした。ダラダラ生活を改善だ、 iPhone アプリライフタイマー。これね、早速アプリの方に行ってみたいと思います。じゃーん、こちら、ニートから社長になろうライフタイマー。上からね、就寝時間まであと9時間1分ってなってます。でこれ一番下怖いのがね、これじゃーん、今まで俺は何をしていたのって、これ9年でね40になっちゃうわけですよ。そういうのこういう現実を叩きつけられたような感じでね、これね、下の記事をご覧いただいて、詳しくご覧いただいてお試しいただければなと思います。以上3つ目の記事でした。はい、では4つ目いきます。こちら、ソフトバンクオンラインショップでね、iPhone4S 整備済み製品の販売開始。整備済み製品っていうのは Apple が不良品として返ってきた iPhone などを修理して再発売した機種、一旦修理した機種なので、新品で買えれば安いよと。でこれ 4S の整備済みをなんとソフトバンクが販売し始めた。今まではね Apple でしか買えませんでした。機種代金がね、実質負担金から17,280円引きの特別価格で提供される。で今更 4S 買う人もいるのかどうかっていうところがまあ疑問置いといて、そういう情報でございました。4つ目以上です。5つ目いきます。5つ目こちら、有名アナリストが2013年後半のアップル製品リリーススケジュールを予想。もう早速ねそのリリーススケジュール見ていきましょう。 iPhone5S 2013年9月下旬に発売予定、まあ9月ですね。でその下に、まあ、当動画でも何度もご紹介してまいりました廉価版 iPhone、同じ9月の上旬だと。このような、毎年ねやっぱりそういう、リリーススケジュールっていうのを発表するアナリストっていうのがいる。今回はこのように発表されておりますという記事でございました。はい、5記事目以上です。はい、6記事目こちら、感電の危険性が中国製の iPhone 充電ケーブル日本でも流通している可能性あり。このような、ケーブルでの事故なんですよね今回の事故は。粗悪品をね中国で大量生産し、その粗悪品で起こった事故である可能性がかなり高いっていうふうにここに書かれています。コストを重要視してね、その、アップルで純正のケーブルを買わずに、100均とかね、ああいうところで売ってるじゃないですか。ああいうのを買って使っているとこういうことになってしまうっていう話なんですよ。要するに基準、安全基準はもう度外視した、もう完全なる粗悪品ですから、
そういうのを使うと事故が起こる、でも同様の事故が起こる可能性が十分にありますので、ご注意して、使ってくださいという記事でございます。7記事目はこちら、次期 iPhone の正式名称は iPhone6 になるのではない、で9月の23日前後に発売かというふうになってます。次期 iPhone ね、廉価版は関係ないですよ。次期、今までね iPhone5S って言われていましたが、こちらの記事によれば iPhone6 になるのではないかということなんですよ。サーバーの更新予定日がなんか9月の23日前後になっていたりとか、そういう情報から、察するに、iPhone5S ではなくって、iPhone6 になるのではないかということなんですね。はい、次行きましょう。はい、おなじみ廉価版 iPhone です。かなり鮮明な写真が、流出したということなのでご覧いただきましょう。まずこちらの冒頭の写真をご覧ください。こちらは、廉価版 iPhone の背面パネルなんです。で、今までねリークされたことのないカラーがここにあるんですね。下の方にこの写真、これが今まで噂でってが流れていた、廉価版 iPhone のカラーですね。やっぱり淡い感じの色ですね、どれもこれも。情報元によるとね、これらは紛れもなく廉価版 iPhone の写真であるっていうふうに断言されているそうです。でも廉価版っていうことなんで、ちょっとこうスペックダウンが懸念されますが、それは発売されてからのお楽しみということですね。はい、以上最後の記事8記事目でございました。皆様いかがでございましたでしょうか。廉価版とか、6とか言われてますけれども、僕自身まだ機種変更する予定はありません。でね、今日ご紹介したアプリ、ライフタイマーってやつなんですけどね、例えばこのように横になってる状態でね、仕事から帰ってきてこうやって横になってる時に、飽きた飽きたよ、なんていうんですかね、飽きたよ、なんかもう帰仕事から帰ってくるとね、いろいろとやる気がないじゃないですか。こんな感じでたらーっとしてる時に、ライフタイマー通知がピッてきてね、例えばなんか筋トレをする時間をね設定していて、筋トレをするとか言って通知来て、見た時に次の寝るまでの時間が出てて、なんか次テレビを見ようと思ってる時間までの時間があと何分とか出てて、こう見るとやらないとって、やらなければってこうやって焦ってね、ジタバタ、して自分のこう行動を喚起してくれるんでね、なかなかこういうアプリもいいんじゃないかなと思います。はい、 iPhone ニュースピックアップ第6回目以上で終了でございます。また、毎日更新してますね。これしつこいですか、毎日やってますけど、ここにチャンネル登録よろしくお願いしますということでね。はい、まあそういうわけでまた次回